ちょっと今すごい状況なんで。ただいま。どうしたの？いや、ちょっと引かれちゃってさ。はあ。感謝するじゃねえよ。感謝する。あ、バン。ああ、乗りたかった。これでいいか。おっと、くそ、副官がスルーしていった。副官、916メートル先にはマガジンか。ブラボー、ブラボー、違う、ビーで、ただのビーで。うわ、ユニカス。マジか。本当だ、でっけえ。武器回収だけを目標に目指そう。まず偵察かけるわ。2人目のターゲットがいる。ここには警これ報があるぞ。EMP じゃないと開かねえやつかな。あれてかさ、偵察さ、レベルマックスまでいってる？カウアーゼイヤーテわウィかんない。多分俺の方がね、範囲広いからね、俺が偵察するのは待ってほしい。俺偵察、もうパワー3になってる。あ、本当に？うん。ちょっと待って、 EMP に切り替えて、電源装置があったから電源装置切っちゃおう。オッケー。チャイナ。破壊、オッケー。ナイス。クソったれ。多分裏口があるよね。あ、反乱軍来やがった。で、余計なところで来ないで。あ、裏口あった。わ、だけど中心あいつはに終わありるのだ。か。パーツケース。そう、警報器ある。警戒されてっぞ。反乱軍入ってくな。反乱軍かよ。反乱軍入ってくんな、ここに。そう、傭兵。パーツゲッツ。反乱軍頑張れ。応援してるぞ。いやー。傭兵も呼んだから何とかしてくれるでしょう。よし、オッケー。逃げよう。武器ケースがいい。逃げるぞ。次はどこだ。ここだ。待って、俺もヘリに乗せて。 おう、乗った。これでスパースとフォアグリ、あ、フォアグリップ V3 だ。V3 ならお、やばい ACR。 やばいやばい。ああ、ここユニダットだ。離れて離れて。ユニカス。もうちょっと奥で止めれたらいいんじゃない？ミサイルー！ああ痛い。死ぬ。ユニダットは、ん？生きてんの？お前。マ生ジきてる。ユニダットはバッチリ装備揃えてんだ。本当よ。うっそ。どっから見られた今。あんなの分かんねえよ。ああ、ここの監視塔だ。ちょっとあのスナイパーやるわ。反乱軍にエリアの偵察をオッケー。するよう頼む。これはちょっと電ちょっと源音装出ちゃ置うがけど。
え、待って待って待って、サプレッサーついてる、大丈夫。ちょっと俺も HTI にサプレッサーをつけて、キル確定。そう、どの部分がこの辺打っとけるかな。この距離だったらサプいらないと思うよ。ナイス。あって、もう関係ないところから見られた。こっちか、いった。あんな遠いとこ無理だ。当たんねえ。たスナイパーだるいな。あ、下降りちゃったかな。あの戦闘状態にならないとさ、うん、攻撃はしてこないから、どうしようかな。あの警報の、あの警報どこ打てば壊れるんだあれ。あ、あった、テクスチャーが張り遅れてる。 OK、 警報を停止した。ナイス。ユニだと硬いから HTI サプで倒していこう。ターゲットを排除。よし。警戒してる。スナイパーやった。遠距離からバレないように撃って倒していこう。うん。だから俺はここの監視塔に登る前に、サムはスイッチじゃないのか。C4 つけとこう。爆薬セット完了。この監視所に登ってスナイプするぜ。おっと、見えんのかスナイパー。そこどこだ、あのスナイパー。見えん。ナイス。ちょっと下の歩兵もやりたいとこなんだけど、木が多くて弾かれちゃう。で、そっちに敵接近してるわ。撃つわ。オッケー。ナイスナイス。た。待って待って。回復ドローンに切り替えるわ。おう、メディック、メディック急行せよ。届く。はい、ナイス。そう、あ、こっちにもいんのか。リローディング。弾かれちゃう。おっと、来た来た来た。強いな HTI。 ほい、あ、まだいる。うん、そっちか。ああ、やべえ、俺の真下にも来てる。見つかった。武器回収いけねえな、どうしよう。いや、俺今追跡されてるから、そろそろ解除してくれるはず。俺もちょっと一回解除に回ろう。
警戒除してくれ。キル確定。増えちゃった。いやもう回収行こう、回収キリがないや。いてててて、回収だ回収。サム壊さないよC4。 あ、そうだ、ちょっと待って、いてー、死ぬ。俺は武器を回収したいだけなんだ。あれ、ここに止まってるヘリはなんだこれ。うん、俺が逃げるために呼んだ。そのあ、そうだ、傭兵だ、傭兵かも。回収回収。すげえ、傭兵もこんなに数来るようになったか。スパース、スパース。はい、逃げよう、グリップ取りに行こう。もうチェックしといて。チェック。これだからユニダットは反乱軍と戦っておいてくれ。ストーリーの進行上特に活躍する場面ないからなユニダットそう、本当になんかここもユニダットな気がする。大丈夫、カルテルだ。ここはやったぜ。警報機ない、わかんない、ないんだ。そんなダイレクトでいっちゃう。はい、あ、これミニガンついてる。ちょっと俺ミニガンで相当しよう。あ、やべやべやべ何してんだよお前。後ろのヘリの位置が悪くてプロペラがいったあ、待って、副艦がお逃げに。副艦はいい。ああ、柔らかい、カルテル。どうしてカルテルはそんなに柔らかいの。ターゲット排除シフルだから。ジオラもいるし。ゲット。終わりかな。うん、武器パーツ全部集まったんでね。ちょっと待って。V3 マガ、 V3、 あ、 あんま変わんないけど、まあいいか。 V4 グリップもどっかにあるのか。はあ、次どこ行くん。エルムロ君を倒しに行って護衛のユニットを崩そう。どこの地域だ。エルムロはどこだっけ。なんか撃たれてる。これだ。エルムロがエルスエーニョに盾ついてカルテルから命を狙われている。消される前に捕らえて連れてきて。メディアルナだから、メディアルナだからファストトラベル安定。アルファ行こう。めっちゃいろんなとこ飛ばされるよな。さて到着。あ、危ねえ、事故るとこだった。光線状態みたいな。光線状態。エルムロの仲間がサンタプランカと打ち合ってる。
中に入ってエルムロを探す。電波障害かよ、こんなでけえのに。エルムロを見つける。あ、ユニカスいる、やめて。いや、やべえぞ、これすでに光線状態にあるぞ。光線らしい。体調をマーク。あ、警報器あった。ほら、戦ってる、サンタブランカとユニダット。ちょっと傭兵呼んどっか。ただユニダットには見つかりたくない、やめてちょうだい。早いとこ、ムロ君を探すぞ。痛い。逃げる。エルムロを確保する、だから殺しちゃいかん。あ、エルムロ逃げようとしてる、車で。うん。あれ、ちょっと近づいてみるか。来ないね。あ、こっちの車に乗ってる。はあ。あれ？来いよクソ野郎。なんだこいつ。よくわかんないな。まあいいや。あれ、ちょっと車に乗せるボタンを押したらフリーズしたんだけど。ちょっと助けて。なんで。エルムロつーか、あれ車乗ったらどうせこっち来るんだったんだから待ってればよかったんじゃね。いや、あの一回車に乗ってね、降りたんだよね。なぜか降りたバグキャラかな。はあ。エルムロが一人きりで逃げようとしてるところで死ぬってこともあるかもしれないから、どうしようかな。まああるもんな、それも。前さっきのあの左側の入り口行って。うん、こっちちょっとユニだと多めだけど、横側の入り口固めるわ。オッケー。ああ、もうドンパチしてんのね。エルムロがいるのがあのでかい建物だから、あそこサーチしたら多分出てくんだと思う。あ、なるほど。バック語りに増援を要請した。サーチって言っても今サーチのしようがないんだけど。うん。ドローン展開。信号が悪い。待って、ユニダット目の前に来んな。危ねえ。オッケー、ユニダット全滅した。ナイス。エルムロが逃げるぞ。やつを捕まえるぞ。待って、殺すなよ。逃げようとしてるから繰り返す。パンクさせて。あれ、エルムロはやっぱりなんかおかしいな、動作が。来いよクソ野郎。確保した。お前ら触るんじゃねえ。おお、危ねえ。クソ、誰が。エルムロだって今この車に乗ればいいのに。ねえ、機銃についてよ、今一瞬。やば、よくわかんないな、エルムロ。あ、ガンナ席ある。よし、逃げよう、連行。バゴン。ここでやめといた方が利口だぞ。あべ、こっちか。え、そっちからでも行ける。あ、もう本当にガンナー席グワングワンするな。そこにずっとやってると絶対言うから、ね、ここでやめといた方が利口だぞ。俺の頭でも撃って、あとは好きにすればいい。俺たちはちょっと話したいだけだ。お前ほどイカれた野郎は滅多にいない。
大した度胸だな。お前らは末にをやる前の邪魔な小石だ。お前らが友達か、殺し合いになるって分かりそうなもんだがな。カモだ。おっとっとっと、こんな家業じゃ親友なんてできない。下げて下げて。家族が危ない危ない。結構遠いけど、なんかヘリに乗り換えたらまた固まりそうだから車で行こう、うん、すっげえとこにあんな、ここなんて到着。はい、出てきてね。あ、あれどうした、消えた。インタラクトでいいのか、インタラクト。なんか面白いこと言った？とりあえず切れてるな、このクソ雨が。なるほどね。スエーニョに復讐したいなら私に協力して。話すだけでいいわ。その言葉一つ一つが奴を追い詰める。だから殺さないのか、そういうやり方が。弟を殺してこの腐ったボリビアで俺にも血を流させた。あいつの死体もないのに今度は親友を殺す手伝いだと。お前何様のつもりだ。スエーニョを捕らえればあなたも安全になる。俺はあいつにも自分にもそんなことはしない。俺たちは必死に生きてる。お前らのごっこ遊びとは違う。俺はスエーニョを尊敬している。だからこの手で殺す。自分のためにもな。そしてお前もだ、カレン・ボーマン。え、ムロ君どうすんの？さあ。エルムロはゲットしたかねえけど。さあ映像が来た。護衛部隊は崩壊した。私は軍を持たぬ王になった。将軍たちは死ぬか捕まっていた。鎧すらない。銃があってもそれを一体誰が握るのか。生涯でたった一人の友も失った。メキシコの同胞にシカリオをもっとよこすように要請したが断られた。エルサルバドルやホンジュラスのギャング連中を雇おうかとも思った。戦場は人材を確保するのに事欠かない。だが鍛え上げるには時間がかかる。背中に的を背負って暮らす時が来た。王冠を奪われるのを待つ時が。エアーどうしよう。あ、パック、とても重要な情報を入手したぞ。どうした？エルスエーニョだ。部下がヤツを見たと言って。随分とボリビアにいるが、カルテルのメンバー以外がスエーニョを見たっていうのは初めてだ。その部下ってのは何者だ？疑うのも無理はない。情報ははっきりしないが、ここ最近の快進撃でエルスエーニョが出てこざるを得なくなったんだろう。仕事を任せられる部署はもう残ってないからな。ノマド、カルテルをボリビアから一掃するチャンスかもしれないぞ。合流場所を指定してくれ。そこに行く。で、ユニットを崩しすぎてエルスエーニョすごい落ち込んでる上によく出てくるようになってる。なるほど。まあ、依然としてエルスエーニョがいるのはどこだっけな、ここモンテプンクで、ラクルス OK でしょ。あとはビーアベルデ、エスピリトサント、モンテプンク。だいぶ来たな。な、ビーアベルデ行こう。ビーアベルデ
ビアベルで残る2つの地方に不明の武将が2人いて、あとエルヤヨとエルカルデナルっていう幹部を倒して最後にスエーニョっていう感じだ。かんだな。ビアベルでゴー。おう。